するよりも状況を思い浮かべて文とか訳す人なので、大学受験で満点が来るような回答を書いたところで、まあ、50点ぐらいだと思う。多分翻訳だと宿題がボカンとあるわけですよ。通訳やる時に大変なのは数字なんですよ。Hello で始まりました、まちチャンネルです。今回はですね、通訳学校に通ってた時の話をちょっとしようかなと思いますね。いやー大変でしたよ。あの時はね、本当に思い出すだけでもすごいなって思うんですが、僕はまず韓国にね留学してて、まあ、最初の頃は韓国でも英語で過ごしてたんですけど、その後韓国語で過ごすようになったんで、もう英語使わなくなっちゃったんですね。で日本戻ってきて、まあ、しばらくかなして、ああもうこれ韓国語しか使わないし、まああとは中国語の学校にも通ってたんで、英語使う機会がどんどん減ったなっていうふうに思ってたんですよ。まあ授業そのレベルの高いクラスではそう英語でやってたから、英語でやってスピーキングやらせてたりとかしてたんで、大学でも専門学校でもちょこっと喋る機会はあるけど、全体で使う機会がないなって思って、どうしようって思った時に、あそうだ通訳学校行こうと。やっぱ通訳者の人たちってやっぱすごいんでね、なんでやっぱ自分のレベルアップのためにもちょっと行ってみようって思ったんですよ。一旦まあ体験授業とかさあって受けてみて、まあ結構大変なわけですよ。当然はい訳してみたいな感じでバンバン当てられるんで、すごいレベルが高いんですけど、まあ、テストがあった。最後実力テストみたいなのがあって、それ受けたんですよね。でその時やっぱすげえなと思った。めちゃむずいって思った。英語を日本語にする場合はやっぱもうすごいスピードで流れて、音質もあんま良くなくてね、こうやってやるんですけど、まあまだ日本語に直す方がやっぱ簡単だよね。日本語を英語に直す方がよっぽど大変だよね。日本語の方も当然聞き取りには何の問題もないじゃないですか、わかるんで全部。でもその表現英語でなんて言うのみたいなのがいっぱい出てくる。それは大変でしたね。で翻訳の試験もついてて、翻訳はまあできっかなと思ったけど、英文和訳とは全然違う。大学受験とはもう全く別の次元というか、別のレベルのものだっていうのはよく分かりましたね。その大学受験で満点が来るような回答を書いたところで、まあ、50点ぐらいだと思う多分翻訳だと。まあいろんな大学が出してる自分たちのその模範回答とかだったら多分50点も取れないですね。で自分がすごいなんか大学受験だったら綺麗な感じで素晴らしいぜみたいなのでもう60点とかだったから、やっぱ翻訳って別なんだなって思いましたけど、翻訳コースじゃなくて結局通訳コースやったんで、どんな感じだったかってやりますね。でまあ通訳っていうのはですね、準備が非常に大変なんですよ。まあ何でもいいですけど、学会の通訳でも会議の通訳でも資料をもらって、でまあ、前日とかね、下手すりゃ当日に資料をもらって、で調べて、で準備してって通訳するみたいな感じで、その場でやるよりもこのやっぱね準備が大変なんだって言ってました。でなんか準備してっても全然違うこと喋られたりする時もあるって言ってましたね。でもそこも臨機応変にね対応する能力が必要だって言ってましたけど、授業の内容はまあいろんなのがありましたよ。記憶する訓練するのもやったし、まだ記憶はね負けなかった。記憶力に関してはやっぱりね自信があって、こういった文そのまま英語とか日本語にするよりも状況を思い浮かべて文とか訳す人なん でその状況を思い浮かべる分ね記憶に残りやすいんですよ。だからタデビのトイック授業でも言ってるじゃないですか、リスニングの時に場面を思い浮かべなさいと、どういう状況なのかっていうのをちゃんと頭の中に思い浮かべながら聞いていきなさい。そっちの方が圧倒的に記憶力残るからですね。だからトイックとかトフル受ける時も自分は頭の中に完全に映像があるので、字ではなく絵で覚えていくので、いろいろなんか生徒同士でこう戦ったりするんですけど、記憶のねそのゲームがいろいろあったりするんですけど、そこでは絶対負けなかった。記憶に関してはでもねそれだけじゃダメなんですよね。やっぱねいろんな能力が必要なんですよ。何シャドーイングの訓練もしましたよね。そうシャドーイングって動画で何度も言ってますけど、字見てたらシャドーイングじゃないですかね、音だけですからね。でも授業ではその流れてきたものをこうシャドーイングする、聞いてそれよりちょっと遅れた状況でこうシャドーイングをするっていうのは、まあ、毎回あって、日本語のやつもやりましたね。日本語のシャドーイングするとかっていうのもあったし、できちんとそのシャドーイングしながら意味考えるとか、シャドーイングしながらその発音とか意識するとか、聞く方だと自分で喋る方ね、そっちの訓練とかっていうのもやりましたね。結構大変ですよやっぱりシャドーイングって。やっぱ通訳学校にいる人たちですから当然超つわものたちなわけじゃないですか。その人たちでもやっぱ相当苦労するからね。で実際のまあ流れとしてはやっぱりね宿題がボカンとあるわけですよ。ものすごく大量の宿題があって、
てきちんとやったことを出すっていうのがポイントになるわけなんですけど、それがすごく重要なんです。で、じゃあどんな宿題があったんだ。まず単語ですね。単語大量に覚えてくるわけですよ。スペルまで書けなきゃダメです。で、これも先生によっていろいろアレンジされてるらしくて、この細かいとこまで出す先生もいましたね。この見出し語のさ、単語書けるようにして、で意味書けるようにしてだけじゃなくて、もう例文覚えてなきゃいけないとか、細かい言い換えの情報とか載ってるやつも全部覚えてこいっていう先生もいたんで、だ大変でしたね。その見出し語と意味だったらさ、そんなのすぐに満点なんか取れるんですけど、やっぱ超細かいとこまで出してくるからなかなかなんですよ。量も多かったしね、当然一章丸々みたいな感じでね、量もすごく多かったので大変だったんですけど、でこれ単語テストしてちゃんと全部記録に残るんですよ。通訳学校って超えないと次のクラス行けないですからね。テストとかもあって、そのテスト超えないといけないですからね。で別の宿題が、習った題材があって、でそれをちゃんと復習して、もう完璧に訳が出せるようにしておく。これでチェックされますから、次の授業でね、こう適当にこう当てられて、どん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 訳すですよ。で、この2つだけでもめちゃめちゃ大変なんですよ。単語と復習というか、もう完璧に出せるようにしておく。で次の課題がありますから、次の教材があるので、それの予習があります。準備していかなきゃいけないので、週によって違うのが、英日を準備していく週と日英を準備していく週があったような気がする。全部こう訳せるようにしておくのも、これもチェックされます。だ人によってバラバラだったね。自分の場合は、分かんないだろうなこのフレーズってやつだけ準備しておくってね。で人によって本当に全訳を完全にもう書いて準備しておくって、それを暗記してやってくるっていう人もいましたね。それじゃ力にならないんじゃないかなと思ってたんだけど、ほら臨機応変にできなきゃいけないからって思ったんだけど、でもやっぱりそれやっていくと力はつくよね。当然ね、全訳毎回毎回準備して、それ毎回毎回覚えてくるって言うんで、で授業ではその訳をこうやって読んでいく中で、先生がここはこうじゃないかとか、ここはこうじゃないか、他の生徒がここ、これじゃダメですかとかっていう感じで行われる感じでした。で、今のが基本で、さらには新しいやつですね。初見文です。初見文が出てくるので、で、初見をそれを訳すわけですね。訳して、で、先生また説明して、で、その初見でやったやつが宿題になるわけですね。それを完璧に訳せるようになるっていうのが宿題になるわけです。それを次回までに完璧にしてきて、次回またテストがあって、また初見文がやってきて、それを完璧にしてっていうわけですね。で、それで中間テストを、期末テストがあるんで、その中間テストまでにこの今までやったやつ全部ね、きちんと訳せるようにしておく。ただテストの中では当然初見も出てくると、あとは単語テストも出てましたね。全体の今までやったところの単語テストっていうのがボンと出てくるみたいな感じになってました。うげー地獄じゃないですかっていうね。そうですよ、地獄です。やっぱ主婦の人とかが多いっていうのは分かった。仕事しながらは大変だ。毎日本当に大量にやんなきゃいけないから、少しずつでもね課題をこなさなきゃいけなかったから。で僕の習ってた先生はそれに加えてディクテーションがあったんで大変ですよね。そう、音声渡されて、その音声を全部打ち込む。だニュースとかですよ。ニュースとかボーンとすごい長いのがあって、それ打ち込んで提出するとなんか答え渡されて、きちんとそれ合ってたか合ってないかとかねチェックしてって、でそれが間違いがゼロになるまでやるみたいな感じで、ディクテーション課題も10いくつぐらいあったのかな、なんかすごいたくさんあったんですよ。それもやんなきゃいけなかったから、いやこなすのなかなか大変でしたよ。とにかく宿題に追われる日々っていう感じになりました。でそれで普通に仕事してるから、授業して授業準備してみたいな感じでしたけど、そこまで全部トイッククラスだったから、授業準備とかそんなにしなくてもできるんで、基本は通訳学校に注いでましたね。今なんか YouTube やってるから絶対できないんですけど、通訳学校に注いで、あとは韓国語も中国語もやるって感じで、それらの宿題もやってるって感じでした。やっぱね、一番大変なのがね、これはね、英語を話す人も言うし、日本語を話す人も言うんですけど、通訳やるときに大変なのは数字なんですよ。日本語は0、4つでね、桁が変わっていくのに対して、英語は0、3つで桁が変わっていくので、ずれるんですよ。これを一瞬で通訳できるかっていうのが、やっぱり大変なんですね。だからミリオンとかだったら簡単で、6ミリオンとかって言えば、600万ってすぐ出るんですけど、いろいろずれたりするとね、大変なんで、それの訓練があるわけですよ。もちろんね。例えばさ、12,162 とかって言ったら、すぐに出ないといけないわけですよ。今ので、だから12,162とかっていうのがパッと出せるようにならなきゃいけない。それがだからビリオンとかさ、トリリオンとかって出てくるんですよ。で日本語のバージョンもそうです。日本語でこうなんか読まれて、5,6782万とか 27,321 とかって言ったら、それをちゃんと英語にすぐ出せるようにしないといけないわけですね。これでね 0.5 billion とかって使えたら楽ですけどね。それをね 5,000 っていう、もう忘れちゃった 5,620 え忘れちゃった何て言ったか忘れちゃいました。なんとかミリオンっていう風に言ったりする。だから記憶残さなきゃいけないし、一瞬で変えなきゃいけない。これがね最も大変だった。数字だけがずらーって読まれてるのを訳せる訓練だから、これもテストされるわけですよ。もう嫌だった。あれは本当笑けるような感じでしたね。
という感じで大量のね課題を与えられて勉強したって感じでした。まあめちゃ辛いけど、まあ楽しいは楽しいですね。やっぱ脱落する人がすごく多いのもよく分かったし、まあこれだけやれば確かに通訳者、同時通訳者の人とかっていうのは力つくよなって思った。ただまあ趣味とか自分の力をつけるっていうことに喜びを感じる人じゃないとなかなか難しいと思った。本当に同時通訳者を仕事にしようと思ってやるとなると結構大変だと思った。まあ特にね AI 発達してね、音声認識も発達してるからこのままじゃねほとんどの人いらなくなっちゃうもんね。そんな中でもね通訳っていうのを選ぶっていうことにはね、やはりその大変さ、準備が大変ですから、なんかねその場でやってふわーみたいなんじゃないですから、専門用語出てきてもちゃんと訳せる対応力が必要ですからね。なんでそういった準備とかが楽しいと思える人じゃないとおすすめするのはなかなか大変かなと思います。まあ、漠然とね通訳やってみたいと思っている人は結構いると思うんですが、はい、こういったね道のりがあるんですよ。ちゃんとね毎日英字新聞読んだりとかしてストックしていかなきゃいけないですからね、単語とか表現ね。それでもやりたいって思うんだったらぜひ目指してみていただいてもいいんじゃないかなと思います。ただし機会に相当は奪われると思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いやー大変だったよ。